時は明治元年、西暦で申せば1868年の春、江戸の町を戦火にさらすことなく、江戸城を新政府軍に明け渡すこととなったのであります。これに納得できなかったのが旧幕府軍海軍副総裁榎本武揚。このままむざむざと大事な軍艦を新政府軍に渡してなるものか。榎本武揚は軍艦8隻を率いて函館に向かったのであります。そしてついに函館上陸。榎本たち旧幕府軍は五稜郭を占拠し、各国代表に声明書を送り、西洋式人事によって人事を決めました。榎本武揚が総裁、大鳥圭助が陸軍奉行、土方歳三は陸軍奉行並み。これがいわゆる蝦夷共和国の樹立でありました。明けて明治2年、新政府も函館奪還に乗り出し、函館戦争の火蓋はついに切って落とされたのであります。ちょっとよい撃て。5月11日、日の出とともに新政府軍の総攻撃が始まった。海から陸から山からと三方からの猛攻撃、どの方からも応戦し、激しい戦いとなったのであります。覚悟！